オードリーの春日俊明が旅番組のプロデューサーとなり、放送作家の佐藤光晴、ドキドキキャンプと松田好花、日向坂46が同行するバラエティ、春日ロケーション春日プロデューサーの旅番組の地上波1時間スペシャル放送とシーズン2配信が決定した。同番組は、ドケチで知られる春日がプロデューサーとなり、限られた予算の中で最高の撮れ高を作るため、本当に価値のあるものだけを選び抜き、時に大胆に、時にシビアにお金を使うというコンセプトの旅番組。シーズン1では、熱海、河口湖、浅草を旅した春日一行が、即番&シーズン2では、予算4万円で箱根の旅を満喫する。箱根湯本駅前商店街で、かまぼこ、や、スイーツ、などに舌鼓を打つ一行は、何より、ただ、という言葉が大好きな春日の交渉力で、お金を使わない食べ歩き技を披露。箱根まで来たのに、パターゴルフ、に興じたり、関東屈指のパワースポット、箱根神社、に向かったりと、予算を抑えるところは抑え。使うところには使う、というテーマにのっとり、今回もゆるい旅を繰り広げる。地上波番組は日本テレビにて2月11日、15時、に放送。シーズン2は Hulu にて2月11日、16時、から配信スタート。TVer でも2月23日、18時、から毎週期間限定で配信される、編集部、入倉浩一、地上波放送。2月11日、日曜日15時から16時日本テレビ関東ほか、Hulu。初回地上波放送直後に2話配信以降、毎週金曜18時最新話配信、2話ずつ、TVer、日テレ無料。2月23日、金曜日18時からシャープ1、2配信以降毎週金曜18時に1話ずつ期間限定配信。